こんにちは。アリー・パラオのジュンです。本日も快晴です。はい。今日はね、パラオってどんな国なのっていうことを伝えていけたらいいなと思ってるんですけれども、えー、パラオはまず日本に南にずっと約3000キロ降りてきて、フィリピンのお隣にある、えー、島国になりますね。 約200個以上の島から構成されていると言われているんですけれども、ごめんなさい、これね、僕ね、調べたんですけど、諸説あって定かな数字じゃないんですよ。なので、えっ、ー、と、興味ある方いたらこれ調べてみてください、ぜひ。はい。で、えっ、ー、と、首都なんですけれども、こちらはね、マル局州にあるマル局というところが首都になっております。はい。で、えー、ちょっといろいろ調べてね、これ面白いなと思ったんですけど、パラオ、 縦長の島国になってますよ。このね、南の方にあるアンガウル州という州は世界で唯一、えー、日本語を公用語として採用しています。唯一ですよ。はい。これちょっと面白いでしょう。はい。で、都市部など大半の地域では、えー、現地のパラオ語。 はい。現地の方、ベラウ語と言いますが、パラオ語か英語が主に話されておりますね。はい。日本語もね、結構単語レベルだったら通用することがね、本当に多いです。はい。はい。で、えっ、ー、と、日本から来られる際なんですけれども、飛行機がやっぱり主な移動手段になってまして、えー、グアムとかね、台湾とか経由して入ってくる飛行機が、まあ、主な航路となってますね。はい。で、えー、直行便だとね、 これも諸説あるんですけど、約4時間ぐらいだと思っててください。通貨なんですけれども、アメリカのドルが採用されておりまして、換、え、金、ー、所とかね、あるっちゃあるんですけど、大きなホテルのフロントとかでしか買えられないんですよ。なので、えー、日本を出発するときにね、もうアメリカのドルに変えて、こちらに来られることをお勧めします。はい、そしてですね、このパラオは4つもの国の統治を経た。 独立国家となっておりまして、一番最初ですね、1885年、スペインの領地になりました。その後ですね、1899年にドイツの植民地へと変更されました。はい。その後、1914年、第一次世界大戦の時に日本の領地となりまして、第二次世界大戦が終結した後、1947年にアメリカ合衆国により、信託統治下となりました。 はい。その後ですね、えー、1994年10月1日に晴れて、えー、パラオ、共和国独立という運びになりました。で、この1914年、えー、第一次世界大戦の時に日本の領地になったって言ったんですけれども、この時にね、えー、学校だったりとか、水道、あとは電気、道路、病院などね、様々な、この生活の基本の、なんていうんですか、インフラ、 みたいなのの整備を行ったそうなんですね。で、1920年代になると、街の中心部とかはね、かなり近代的なものだったらしくて、映画館とかも立ち並んでいたそうです。はい。さあ、そしてね、なんといっても世界遺産登録ですよ。はい。2012年7月、中心部のコロール島よりちょっと下の方に行ったロックアイランド。 というエリアがあります。こちらのエリアが世界遺産登録されましてこのエリアは約ね586個もの島から構成されてると言われております、はい、こちらもねごめんなさいちょっと諸説あるのでいろいろ調べてみてください皆さんこのエリアはねたくさんの観光地がやっぱりありまして代表的なところで言うとクラゲと一緒に泳げるジェリーフィッシュレイク だったりとか、あとは潮が引いた時にしか見ることのできないロングビーチというものがあったり、あとはね、泥パック体験、もう顔中真っ白みたいな写真見たことあるかもしれないんですけど、この泥パック体験ができるミルキーウェイなんていう場所があったりとかします。はい。あとはね、結構無人島はどこ行ってもバーベキューの設備が置いてあって、バーベキュー、無人島でバーベキューみたいなことができるようなところもかなり多いですね。はい。 で、えっ、ー、と、ダイビングされる方とかは、えー、ブルーコーナーだったり、ブルーホール、ジャーマンチャンネル、他にもね、もっと有名なスポットいっぱいブワーっとあります。はい。かなりね、ダイビング、ダイバーさんからすると聖地みたいですね。はい。僕ね、ちょっとダイビングの資格取ってないんで、これもね、またね、この動画を通じてダイビングのライセンスとかも取っていこうかななんて今考えてる。はい。 で、えっ、ー、と、シュノーケリングダイビングとか、海のスポーツだけじゃ、海のレジャーだけじゃなくて、他にもね、えっ、ー、と、スカイダイビングだったりとか、トレッキングだったりとか、こう、かなりね、自然と近い遊びが多い場所になっております。はい。で、先ほど、単語単位での日本語は通じるよっていうふうに言ったと思うんですけど、例えば、ちょっとだけ紹介すると、みんな大好き。蒲焼き。あと、弁当。病院。 選挙。この辺はね、パラオで普通に使われてる日本語の単語ですね。はい。で、えー、その他にもね、有名なところで言うと、えー、仕事終わった後に今日はちょっと一杯飲んでいくか。で、お酒プシ飲む。これは、えー、疲れ直すと言います。はい。疲れを直す。わかりやすいですよね。はい。 他にもね、面白い言葉がいっぱいあるんですけれども、え在、ー、パラオ、日本大使館の方で、えー、この、日本語からパラオ語になった言葉みたいなのを動画で作ってるので、こちら概要欄に貼っておこうと思います。はい。もしよかったら、えー、見てみてください。面白いですよ。というところで、今回はこんなところですかね。ちょっとね、あの、僕ずっと、ここにカンペ貼ってあるんですけど、このカンペを見ながら、 今回ずっと喋っちゃっっっとと喋ちちゃて、ょ数字が多かったっすね、はい。社会科の授業みたいになっちゃって、はい、あのねこんな難しい動画だけじゃなくてもっとフランクな感じの動画もいっぱい上げてきますんで皆さん気楽に見てくださいねそれではまた次の動画でお会いしましょうんでした